小形貞子は、日本の国際政治学者、学位は、政治学博士、旧姓、中村、上智大学名誉教授、独立行政法人国際協力機構理事長、国連人権委員会日本政府代表、国連難民高等弁務官、アフガニスタン支援政府特別代表を歴任。また、日本における模擬国連活動の創始者でもある。百二十七年九月十六日、 東京府東京市麻布区に、外交官、元フィンランド特命全権講師の中村豊和、常子夫妻の長女として生まれる。命名は、犬飼武氏による、父の転勤で幼少期を、アメリカサンフランシスコ、中国、関東省、香港などで過ごす。小学校5年生の時に、日本に戻り、精神女子学院に転入、精神女子大学文学部英文化を卒業。その後、 父や精神女子大学学長のブリットの勧めで、ジョージタウン大学及びカリフォルニア大学バークレー校の大学院で学び、政治学の博士号を取得した。大学院での指導教員は、アジアの政治、国際関係を専門としたロバートスカラピーの国際キリスト教大学准教授、上智大学教授を歴任する。在籍中は、上智大学国際関係研究所長や、 外国語学部長などを務め、また模擬国連団体として初めて組織化された模擬国連実行委員会の顧問として発足に携わった。指導学生に野林県一橋大学名誉教授、イリア・マサシ一橋大学名誉教授などがいる。1968年国際キリスト教大学講師を務めていた時に参議院議員を務めていた市川夫妻への訪問を受けて、 一川から今年の国際連合総会日本代表団に加わっていただきたいと要請される。これが契機となって小形自身は国際連合の仕事に関わるようになる。国連は1975年を国際婦人年とすることを宣言。日本社会党の田中住子が参議院の外務委員会で国際婦人年にちなみ女性民間人を対し 講師に起用してはと提言すると、宮沢貴一外務大臣は、ぜひ実現したいと返答。その綾子や中根知恵など10人近くの候補が上がるが、いずれも断られ、結局尾方が口説き落とされた。これにより尾方は、女性国連講師第1号となった。国際連合児童基金執行理事会議長、国連人権委員会日本政府代表、第8代国連難民高等弁務官。 1990年から2000年他を務める。2001年からアフガニスタン支援政府特別代表。2003年から2013年まで国際協力機構理事長を務めた。2002年、外務大臣、田中牧子の公鉄時にはその公認に押す声もあったが、辞退した。本人は外省就任について後にかなり迷ったと述解しており。 就任に前向きだった時期もあったとされる。しかし、同時期に夫、四十郎の健康が悪化したことが最終的な事態につながった。2007年11月のデイビッド・ロックフェラー来日時には、回顧録出版記念パーティーの発起人を務めた、小泉純一郎首相の指摘諮問機関として、2004年12月27日に設置された皇室転判に関する有識者会議に、 メンバーの一人として参加した。これは、いわゆる、になお、尾形と平成の皇室とは、上皇后、三千子の母皇が自身と同じ、精神女子大学であるという共通点がある。二千十二年四月十七日には、東京都内の外務省イークラ会館にて、当時の黒葉孝一郎外務大臣主催で、尾形貞子氏の、我が国及び、国際社会への貢献に敬意を表すレセプションが、 開催され、当時の野田義彦首相も参加して挨拶した。野田首相はその中で、昨年3月に私どもは東日本大震災を経験しましたが、160を超える国から40を超える国際機関から温かい支援の申し出をいただきました。世界のために最前線に立って汗を流した日本人がいたからこそ、このような世界から温かいご支援をいただいたものと、 思います。と述べた。東日本大震災に対する日本国外の対応も、参照2019年10月22日に死去、92歳没、死没日をもって、13位に除される、キリスト教徒である、祖,祖父は5.15事件で、首相在職中に暗殺された、犬飼武氏祖父は外交官で、犬飼内閣の外相を務めた、吉沢健吉、母、 常子は、元共同通信社長の犬飼康彦や評論家の犬飼道子、エッセイストの安藤和の重視にあたる。夫、小形四十郎は、朝日新聞社副社長や自由党総裁、吉田茂政権で副総理を務めた、小形武虎の三男である。小形政は、武虎の祖父、陸造出身が、小形公安と義兄弟の名を結びその姓を名乗らせたことに始まる。 長男の尾形厚は映画監督、外務事務次官や在アメリカ合衆国日本大使を務めた外交官の井口貞だは義理の王子、外務事務次官や自重長を務めた外交官の川島博氏は重邸。1993年世界経済フォーラム年次総会にて2008年1月26日、世界経営ありがとうございます。